地図中緑色の地域がオセアニア。目に見えないような小さな島もある。下記はオセアニアの主権国家及び俗領の一覧である。オセアニアはほとんどが海洋で多くの海洋プレートにまたがるがしばしば大陸としても扱われる。この一覧ではオセアニアのメーラネシア、ミクロネシア、ポリネシア、オーストララシアを含む オセアニアの主な陸地には大陸であるオーストラリアと2番目に大きなジーランディアがある。アジアとオセアニアの境界は不定である。国連は政治的な理由によりインドネシアとパプアニューギニアの間を境界としている。パプアニューギニアはごく稀にインドネシアの隣国としてアジアの一部とされるが一般的にはオセアニアの一部とされる。地理学的には インドネシアのパプア州と西パプア州はオセアニアの一部である。境界には大きく2種類があり、文化的にはメラネシア線、生態学的にはウォーレス線がある。マレー諸島はオセアニアより広いひとまとまりの地域に時々含まれる。インドネシアの東半分と東ティモールはアジアである一方でオセアニアの一部として考えられることもある。また日本の小笠原諸島も 生物地陸上では、オセアニア区に属するが、アジアに分類されることもある。主権国家とは、国益を決定をする国民による、効果的な主権を持つ国家のことである。モンテビデオ条約によれば、国家には、永久的住民、明確な領域、政府、外交能力がなければならない。以下の国家は、完全に承認された国家であり、すべてが国際連合加盟国であり、 全て太平洋諸島フォーラム加盟国である。以下の2カ国はニュージーランドとの自由連合を結んだ国である。ニュージーランドとの憲法的、政治的な密接な関係は維持しているが、いくつかの国連加盟国から国家承認を受け、独自の外交関係を結んでいる。どちらの国も太平洋諸島フォーラム加盟国である。これらのことから、これらの国は、 事実上の主権国家とみなされることがある。下記の表には、オセアニアに属する以下の領域が含まれている。1、主権国家を構成する連邦であって、その国の本土の外に位置するもの。2、主権国家の固有の領土を構成する、連邦関係以外の形態の領域で、その国の主要な地域は、オセアニアの外に位置しているか、その領域が主権国家の本土外に所在するもの。 3. 主権国家の俗領。フランス領ポリネシアとニューカレドニアは、太平洋諸島フォーラムの、準メンバー、アメリカ領サモアグアムキタマリアナ諸島、トケラウォリス・フッツナはオブザーバーである。ありがとうございます。